さあまずは基地の戦いが勝ち上がっております。そして出てきたのがワンピガは関東で固めた老害軍団対ツーピガは関西で固めたジャー連合会、先方は世界最強牛田様が座っております。対するはムネジ、さあ裏クリスの機嫌が悪いが多分大将なのかな、違うな、レオナ先方、え本当間違えたわけじゃなくて、さあレオナイオリ当ててきました。さあ何か対策があるんでしょうか、先方戦。まあ、さあ上からかぶるのはムネジかけてイヤリングはガードさせる中段取ったところはブースの時しっかりかる。さあ若の帽子を練っているのか、本当にこれが強いのか、腹が引っかかる、また払い、さあ暴れブースはエビで勝っていくが火力はちょっと厳しい、前へ離さんだ、火力はほぼほぼだが、エディ、さあいい選択、さああとはガードするだけだと思うんですが、ガードオンリー、すかしてサラミニさあダイモン、ダイモンではさっきダイモンがひどいことしたのでこれはどうなんでしょうかね。投げる、すかし投げを決めてゲージを貯める、取り返したのは牛田様、さあそして裏クリス、さあ裏クリス高いね本当、おっと出ない、逆行った、投げて画面足継続、上からかぶる裏クリスに対してダイモンがどう処理をするのか、この走り込んだところにマイビーマイビー、あーおっとこれは行かない、巡って地雷は行った、さあ回避できず、中堅対象戦ダイモンとけらガーガンで押し返す、まずはアドバンテージを取っておきたいジャパン、中段エンディー、さあ殴れだ殴れだ、飛んだところにここはしっかり通常全然長い許さない、先制したのはジャー連合会牛田。さあ中堅に座っているのはカシノ、もう損失という名前はどっかに行ったみたいですね。いより裏クリス、さあ牛田は裏クリスを千鶴に変えてきた、さあ真っ赤からイオリと裏クリスの機嫌が悪いということはかなりのプレイヤーに影響が出そう、先攻戦はシズル裏クリス、攻めているのは寿司だ、最速で寿司だ、だが裏クリスは人足が触れないだけで戦える、まだ十分、あ、少し触れるんだ、ごめん、特殊技が触れねえんだな、失礼、逆に攻めているのはカシノ、飲み足投げを外して走り込んでチャーミンビート、裏からもあすげえ、あれ借りるんだ、打つ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 、これがこのキャラの本会、打つ打つ、ここはきっちり見てる、ああタイムカウントからこれも、おお前なんだ、何を見たんだ今、神がかり的な前を決めて先制したのは続いて吉田、
あ、より走り込んでいる。まずはゲージを貯めておきたい。縮む。さあ、ただ近づきたくない。闇払いで済ませてしまいたいが、よりはダガン。さあ、粘りますよと。あ、粘っているしか、ダガン使わされてしまった。暴れて、まだまだ粘る。気合いの禁止山で。さあ、だがペースは牛田ペースか。よりね、この流れを一気に逆転させたい柏野。さあ、お互い早出しから C、 ワンコンボ決めたのは牛田。投げる、フットし当てる、ダメ足、ジャミ BA は A、 投げ返す、タッチ。さあ、早出しとしゃがみと遅出しという北山さん、スクリーンを一気に利用して攻めているのは牛田。柏野も粘る、確定。ジャンプリーで払いを、しかし牛田寝立てに王手。あー、取ってしまった。ダウン取られてめくりが投げ、寂しい。青止めで一気にごっそり持っていった。あー、後がないぞ。暴れるが決定的な取り組みが不等しい。投げる、命を取り留める。ワッピーが柏野。さあ、そして 2P が吉田。大将の大門。ゲージは一緒だが、体力差がちょっと。苦しい、AC! カウンター1点。超初期、入れて、オキシメついてくるぞ。さあ、オキシメの選択肢は石軽で、取った。さすがに通じず、冷静に MB。牛田の勝利。さあ、で、老害軍団大将のキャットが出てきました。さあ、老害プレイだけでは、もうこの業界生きていけないのか。いおり大門浦屋城。さあ、いおり大門まで届けません。先行戦を制した方が楽になりそうですが、先に引っ掛けたのは牛田。さあ、裏に割ったが、エンディング。それ勝手なキャップ。めくりはならない。勝手じゃないんだ、今の。きつくねえな。しゃがんでる。さあ、ひるまない。エンディングかけて。まだ、まだまだ。ひっくり返るぞ、ジャンプシー。これ何事が似てません。いや、乙女隊を決めて、あ、ちょっとここは削っておきたいが、ケージがたまりきらない。さあ、3本間近だったケージが機嫌が悪いので1本、この差はでかい。さあ、ゲージがないぞ、大門。いいだけ暴れてる。おっと、切り株が出ていたな。ワンコンボ決めて、キャップの寄りが画面足。暴れを許さない、かぶっていく。逆いった。さあ、止まらないぞ、このより。ゲージを止めて、
内側のラクリスが利上げ、振り向かないジャンプ、フロートフェアされた。ダイモンが出てきたが、ウラクリス、ここはさあ見えたのか、雲つかみが漏れたか、しゃべり後ろのウラクリスが駒的に奪っている、走り込んで何もしない心理戦、ここで払い、こんな一発がでかい、怖い、怖すぎる、おお走り込んでる、もう我慢して我慢して我慢してジャンプに、危ないところでしたが大将戦へ、あーまだまだ分からんぞこれは、投げ返せ鏡、フォアンド投げ、この辺はうまいですね。さあ裏後ろの妨害プレーで勝ちますと、あーさあキングにならない、さあそしてこれは発動したら終わりですよ、発動した三立て差しのキャップ、大将中堅戦へ、妖怪軍団対ジャーレンゴ会、大将中堅戦、キャップ対ジョーカー、はい、よりこのキャラだ、あこの試合で結構決まってしまうというパターンも多いんじゃないでしょうか、この同期戦。さあきっちりここはしゃがみ A、B、A からジャカナ3段ねじ込む、許さない、寄った、危なげなく先頭戦を制したのは老害軍団大将キャップ、強化のジャンプ B がめくりになって、あーもうワンコも入ったら多分ピオリじゃないでしょうか、ジャンプ B、 B からラッシュ投げ、あまり許さない、崩壊対抗決めて投げ下が対空ダイオリあーここはきっちり三度見でジャンプ B、 飛び道具を打つから飛ぶんですと、中継戦へ、大門五郎がうろうろしている、荒波引っ掛けて、さあ、しゃがみ右に咲いております、あ、怖い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 よ、下駄の音が怖い、さあ、さすがにしゃがみ振りすぎだと、切り株で押し置き、さあ、一気にきつかったしゃがみ振りがもう振れない感じなんですが、延々のジャンプ B で先に中堅大将になったのはキャップ、ラピが黄色いキャップ、ゼピが水色のダイモンが見て、あーラッシュしゃがみビーガーのマックス地獄極楽だけどな、これはもう減りすぎだと思います、本当に、老害プレイが出たら来た、言わないとこないのか、あなた方来てあげてよ、大事な場面なんだから、大門
ちょい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 、お、あ、ちゃん、あー、さあ男ばかりの戦場に子供が一人入ってきた。この長文芸何番なんでしょうね。大門ちょいとかイオリちょいはきつそうなイメージなんですが、初手、初手なの。まあこの選択がキッチンなのかデュラなのかこれ全然知らないので、ゆきゆき、あぶない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 、あーちょいボンゲがもうちょっと早すぎだ。チャンが来たらダメダメダメ、ちょいボンゲが粉みじんになってしまった。やはり子供はダメ、お仕置きされた。さあだからちゃんこはん、諸君の敵を取ってほしいが、起きてみよう、ジャンプし、ジャンプし、ピー投げ、早い早い、気合いが入ってる。ゲージもモリモリ止まってる。遅い、また2投げ、気合いが入った2投げだ。蹴りすぎでしょこれ、ほんと蹴った早い。ジャンプ攻撃は、ジャンプ攻撃は中断すよ。じゃあ来た、大門ちゃん発動。さあ痛いぞ痛いぞ、一発当たるともう痛い。あーずずしい、歩いて2投げ、減りすぎでしょこれ、どんだけやってんの。投げのダメージじゃないでしょこれ、負けたね、大門負けたね、いけ。わー鉄の塊がダイモンを殴る。さあダイモンの空手も負けてない。さあエンディング、エンディング、涼しい涼しいよ、払い地雷まで決めてまだ生きてる。おー大暴走、ここぞで炸裂した。さあまずはゲージを止めて、はまりすぎじゃないこれ、本当もう黙ってるゲージ。サンキューさんと早いマジ。さあ小技全部ガードして、壁足に座る、投げて、ゲージは2本3本。さあ勝負どころ、最初の対決、大門の裏足のさあキャンディ押し込め、ああ確定しなかった。じゃあ取ってほしい、取ってほしい、画面足いってガード投げる、起きてみよう、ロゴ外プレーの勝利なのか。じゃあ3番いくのか、崖の仕込み取ったわ、取らないよ、だいぶ待つぞ、聖戦だ、ガーギャン。さあ一撃が、一撃が重い、投げは通さない、お互いカウント自分無敵投げが起きてる、時間がないぞ、ジャンプリー、さすがというのが老害プレイが強い。勝ったのは老害軍団。